みなさんこんにちは、こんにちは、マジです。本日はネットフリックスで見えるイケメンに出会える韓国ドラマ7選。はい、韓国ドラマを見ていると皆さんイケメンに出会いたいなって思う瞬間ありませんか？見てるとね、だいたいイケメンが出てくるんですけど、その中でもこのイケメンがどうおすすめなのかとか、イケメンが出てくる韓国ドラマをとにかく教えてみたいなことを DM で結構言われることあるんですね。なので、まあ、今回はね、特にイケメン、このイケメンおすすめですよっていうところをですね、7つの作品からピックアップしましたので、そちらをねご紹介できたらと思います。でね、あのね、多分このドラマのこの人入ってないじゃんとか、この人もイケメンですとかあると思うんですよ。もう分かります。私もね、めちゃくちゃ今回選ぶの悩んだんですよ。この7人にしか絞れないっていうね、まあ、尺の関係上、あの新たなイケメンたちはね、あのこれ好評だったらまたいろんな形でシリーズ化していこうかなと思ってますので、あのぜひコメント欄で感想教えてください。それでは誰が選ばれたのか最後までね、あの皆さん絶対に見てくださいね。それでは早速どうぞ。はい、ということでまず1つ目です。1つ目はキングズランドです。はい、こちらはですね、2PM のジュノさんが出演されております。皆さんにね、ご理解いただけるんじゃないかなとは思いますが、キングザランドっていうのは、もうホテリエたちの中での夢である、この VVIP ラウンジ、キングザランドっていうところで、本当にね、明るく笑える日々を作っていく、ヒューマンラブコメディとなっております。だから舞台がホテルなんですね。で、その中で、今回イケメン枠としてご紹介したいのが、2PM 出身のジュノさんです。あのジュノさんの正統派イケメンっていうのがもう本当に伝わる作品になっております。でこれキングザランドではジュノさんと、あと少女時代のユナちゃんとね一緒に出演されてるんですけど、この2人のね映像美っていうかね、もうお顔がもう素晴らしすぎて、アップくださいお願いしますみたいなそんな韓国ドラマでした。内容的にも嫌な人出てこないし、変に癖が強いみたいなところもなくって、すごく安心して見られる韓国ドラマの一つかなっていうふうにも思いました。正統派御曹司の役なので、イケメン以外何の説明ができるんだっていうぐらい、もう本当に正統派王道イケメンです。もうお顔立ちももちろんだし、性格もとってもすごくいい存在ですね。めちゃくちゃ良かった、本当にハマり役だったなと思うし、キングザランドを見てジュノさんにね、より沼入りするっていう方もね、たくさんいらっしゃったんじゃないかなと思います。このジュノさんといえば 2PM のメンバーとしても活動しているので、実は日本では野獣系アイドルみたいな形で一時期売り出していた時期もございました。ライブが 2PM めちゃめちゃ楽しいので、ぜひねジュノさんにハマった方はジュノさんのファンミーティングとかに行くのもいいんですけど、ぜひ 2PM にもねご注目いただけたらなと思います。それでは2つ目はペントハウスです。はい、ここでね、あのイケメン誰って話題になったのがキムヨンデさんです。はい、キムヨンデさんもね大好き。流れ星っていう韓国ドラマとか、偶然見つけた春にも出演されていた俳優さんなんですけれども、韓国で最高視聴率 30% を超えて社会現象にもなったペントハウスっていうドラマの中で、まあ、高校生役出てくるんですけど、高校生のであのお兄ちゃんがいて、そのお兄ちゃんマジでかっこいいですよ。でもう人としてもまともみたいな。ペントハウスっていうドラマ自体がもう猛獣しか出てこないんですよ。やばいみたいな、もう普通の人いないみたいな状況なので、その中でももう人は際輝く人としてキムヨンデさんがね出演されておりました。本当にねかっこよかったし、見たら多分あのイケメン誰って絶対になるので、ぜひねそのキムヨンデさんを見ていただけたらなと思います。他のドラマでも非常にね、ひときわ輝くビジュアルをして、すごくね素敵な役を演じていらっしゃることが多いので、ぜひそちらも注目してみてください。はい、続いて3つ目はロマンスは別冊付録。はい、こちらはイ・ジョンソクさんが出演されているドラマです。でこれはですね、幼馴染とまではいかないんですけど、年下男子と年上女性のこうちょっとピュアなあのラブストーリーを演じるっていう中なんですけど、主人公の女性が子育てとかを得てこう就職しようとするんだけど、子育てしながら自分のキャリアを築くっていうのがちょっと難しくって、どうやってこう自分としてのこう人生、誰々ちゃんのママっていうわけではなくって、一人の女性、自分としての人生どうやって切り開いていこうかなっていうところを奮闘するドラマになってます。ここで年下男子を演じているのがイ・ジョンソクさんなんですけど、イ・ジョンソクさんといえば結構影がある役が多いんですね。なんですけど、このロマンスは別冊付録は本当に甘々が多い、まあ、なんかちょっとツンデレって感じなんですけど、見ているこっちが溶けてしまいそうになるぐらいあの素敵な役回りなので、多分ねみんな楽しめると思う。でこれも初心者さんにおすすめ、めちゃくちゃ分かりやすい韓国ドラマなので、ぜひねネットフリックスで見ていただけたらなと思います。で特に冬の装いが素敵で、いつも言ってるんだけど、ハイネックにロングコートの姿がもうイ・ジョンソクさんマジで一番似合うと思ってるので、そちらもねぜひご注目ください。そして4つ目は冠婚です。これ入れ
たらちょっと意外だなって思う人いるんじゃない？これはネクストイケメンみたいな感じの枠で入れたいなと思って入れたんですけど、こちらはイジェウクさんとミニョンさんが出演されております。これあらすじをね言うと、ごめんなさい、冠婚のあらすじだけ本当に私今までうまく説明できた試しがなくてちょっと読ませてもらうんですけど、ファンタジーロマンスなんですよ。術師たちがいるっていう世界線で、歴史とかで地図に存在しない場所、強烈な魔術とかを宿して魂をね入れ替えるんだよね。そういう話なんですよ。そこから武術を使って平和を導いていこうっていうところではあるんだけど、巨大な敵とね向き合ったりとか、派閥がいろいろあってとかしたりとか、いろんな方向から楽しめるファンタジーロマンスです。ただこれ説明するのは難しい。この世界観独特だから、ここにどういう風に馴染んでいくのかっていうのも結構ポイントだったりします。ただイジェクさんとミニョンさんマジでかっこいいです。ミニョンくんに関しては私ニューイーストの時からすごく推していて本当に大好きなんですね。今兵役に行ってしまいましたが、兵役中であったもその作品を見ることによって彼を忘れてほしくないなっていう思いを込めて入れました。イジェクさんといえばね、これ話題にしていいか分かんないですけれども、ちょっと別れてしまいましたが、某アイドルの猫とお付き合いしていたということでもすごく話題になった方でございます。マジでかっこいいです。武術シーンがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。それもねぜひ楽しんでいただけたらなと思います。そして続いて5つ目は青春の記録です。はい、これね、これマジで見てほしい。展開もろもろは一旦置いといて本当に見てほしくて、これはたった一瞬しかない青春の本当に記録っていう感じのドラマです。モデルの卵だった青年がいろんなね紆余曲折を得てどんどん成長していく、夢に向かって頑張っていくっていう若者の夢を応援できるような物語になっています。なのでエンタメの裏側とか興味ある人が見るとすごく楽しいんじゃないかなと思いますね。なんて言ってもパクボゴムさんとピョンソクさん出演されているっていう。パクボゴムさんはもうみんなわかるじゃないですか。雲を描いた月明かりとかボーイフレンドとか名だたる名作に出演されているイケメン俳優さんですけど、パクボゴムさんマジでかっこいい。本当にかっこいい。この話自体がパクボゴムさんの話なんじゃないかって思うぐらい本当にかっこいい。ピョンソクさんもね、私忘れてほしくないなと思っていて、ソンジェ背負って走れっていう韓国ドラマね、今ニューネクストで見ることができるんですけど、そちらにも出演されていて、今かなり来てる俳優さんなんですね。で、パクボゴムさんも身長高いんですけど、ピョンソクさんもすごい身長高くて、二人で並ぶともうスラーって圧巻です。二人でフォトシューティングっていうか撮影のシーンとかもあったりするんですけど、本当にプロの技が見れるシーンとなっているので、そういったところもね、楽しんでいただけたらなと思います。ただね、終わり方に関してはいろいろ議論はされている。ただ誰が見ても楽しめる内容かなと思いますので、ぜひ、ね、青春の記憶まだ見たことない人は、ね、絶対見てほしい。お願いします。はい、そして6つ目は、都会の男女の恋愛法です。はい、こちらですね、チチャンクさん。はい。推薦させてください。はい。正直、チチャンクさんは最初から入れるつもりで、ひいきとかではないんですけど、本当に私が大好きなんですね。なので、すいません。入れさせていただきました。どの作品を入れようかなって思った時に、いろいろ考えたんですけど、今、涙の女王がすごく人気じゃないですか。この都会の男女の恋愛法っていうのは、涙の女王にも出演されている、キム・ジョンちゃんが出演されているドラマなんですね。なので、新しい扉を開くっていう意味でも、なんか今すごいホットかなと思って、これ入れてみました。普段の自分とは別の自分を抱く6人の男女がリアルな恋愛談を語りながら展開していく恋愛ドラマみたいな形で、1話30分なんですけど、ちょっとドキュメンタリー調なんですよ。だから都会に住む男女にインタビューする企画の一環みたいな感じで、恋愛に対してどう思いますか、ああでも僕はまあこうこうこうでみたいなのが6人分あるみたいなイメージです。この設定は結構謎だったんですけど、ただサクッと見れるし、等身大の若者の恋愛を描いたドラマとしてはすごく優秀なドラマになってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。それはねすごくいい内容だったんじゃないかなっていうところですね。すごく私も楽しんでドラマを見ました。だからサクッと新しいドラマ見たいっていう人におすすめです。展開早いし、キム・ジョンちゃんもマジで可愛いので、イケメンとはちょっとずれますが、この子で演じられてるチチャンクさんってマジでかっこいいんですけど、至って普通寄りのチチャンクさんなんですよ。だから今までいろいろ演じてきた中で言うと、サムダルリエようこその役とちょっと似てる。ちょっとだけね。ちょっとね、大人の男性を感じられるその内容になってますので、ぜひ見てお願い。そして最後いきます。最後、7つ目。7つ目は、分かっていてもです。こちらはですね、ソンガンさんとチェジョンヒョクさんが出演されております。そう。ね、まだまだイケメンを紹介したいのよ。いろいろいるのよ。本当にいるんだけど、誰を入れなきゃいけないかなと思った時に、やっぱりソンガンさんは欠かせないなと思って。で、ソンガンさん欠かせないなと思った時に、どの作品がいいかなと思ったら、そうだ、
最近チェジョンヒョクさんが日本すごく知名度上がったじゃないですか。だから、あ、分かっていてもだと思ってこれ入れました。これは大学がメインなんですね。で、大学生の恋模様のお話で、優柔不断な女子大生とプレイボーイな男子大学生がどういうふうに人生を交わらせていくのかみたいなところが展開のテーマになってくるドラマです。もうね、かっこいいんですよ。これがね、ジェウォンって役なんですけど、ジェウォンだったらちょっといいかな、許しても。みたいな風になるぐらい本当にイケメンな役なんです。なので、ぜひね、皆さんもその感覚を味わってみてほしいなって。本当にやばいから。チェ・ジョンヒョクさんも見ると、本当にこのチェ・ジョンヒョクさんが、ああ、テオになるのかっていうのがわかると思う。だからそういう意味でも本当に見てほしい作品です。で、オープニングもすっごいおしゃれで、このオープニング結構私お気に入りなので、そこもね、注目して見ていただけたらなと思います。ということで、Netflix のイケメンに出会える韓国ドラマ、今回は7つご紹介しました。皆さんいかがでしたでしょうか？賛否両論あるのね、わかってる。だから皆さんのおすすめはぜひコメントで教えてください。それではまた次回お会いしましょう。アンニャーン！高評価とチャンネル登録もお願いします。